出かけの予定はお早めに2023年11月の開運スポット情報。はい、毎月毎月ここに出かけると運気が上がるよという場所がありまして、はい、まあ、開運スポットと呼んでるわけなんですけれども、まあ月単位でこう切り替わると。で11月のいいところを11月になってから発表したんでは皆さんのお役にも立たないということで、まあ、今日みたいに前の月の月末に、発表して、まあ、計画に役立てていただこうというのがこのコーナーでございます。はい、はい、で11月なんですけれども、なんだっけな、徒競走の競う、競うっていう字があるじゃないですか。まあ、あの競うがついてるようなところがいいよと。もうちょっと掘り下げていきますと、なんか、トラックみたいなこう演習コースをみんなで競い合ってるというのが根本の、まあ、今回占いの意味なんですよ。なるほど。でそれを具体的にこう考えて、行く場所として何があるかなって考えた時に、私が発想が貧困なんで、もう競輪競馬競艇ぐらいしか頭に浮かばない、まああとこれにオートレースを入れればもう四天王だぞっていう状態になっておりますので、トラックレースってなったら、そうです、丸いところをこう競技で回るようなのっていうと、はい、もうギャンブルしかないじゃないかっていうになってしまったんですが、はい、まあよくよく考えると、いわゆるその本当になんていうかな、陸上の競技場みたいなところは、まあ、実際そこでね行った時に走ってなくても、うん、まあ、そういう場であれば結構ですので、はい、いわゆる国立競技場とか ね、あちこちにそのそれこそラグビーのコートでもこういうのでもいいわけだし、うん、まあ、あれは丸くはないけど、まあ、サッカーコートでも一応いいかもしれませんし、そういうスポーツ競技場系であれば大体いいかなと、うん、ほうほうほう。で試合観戦もちろん良いですし、はい、やってなくても、やってなくて入れんですかね、ああいうところ。まあやってないとじゃないですか、ね、普通はちょっと無理か、はい、そうだよな、そうすると用もないのにあんなとこ行きはしませんもんね、うん、まあまあそうすると、今特に競馬はイメージがとても良くなってですね、はい、あの親子連れでも健全に遊びに行って、うん、お子さんを芝生で遊ばせたりとかできるようにもなってますから、はいはいはい、ご家族連れでも、うん、そしてもちろんそのね、競輪競馬好きな方は、うん、そのために出かけられてもいいと思いますし、うん、まあ一人でもカップルでも家族でも、まあ、みんなで行けると思いますので、そういうですねトラック競技といいますか、はい、競なんとかってつくやつがいいかなと思ったんだけども、でそう競輪競馬競艇はよし行けると思ったんだけど、なんかさっき聞いたらオートレースは競なになりとはそういう言葉はどうもないらしいと。そうですね、オートレースはオートレース、オートレースだけ競つかねえなってちょっと、あ、まあそういうとこですけども、競艇もボートレースですからね。あ、そっか、競艇ダメなんだ今ねこれもイメージアップのために、あのボートレースと、はい、オートレース、ボートレースで、あとは、競輪競馬。そうですね、はい、なるほどなるほどですね、ここは変わらなさそうですけどね、競輪と競馬は。競輪、競輪はもだって競輪って言葉でも海外も伝わる、なんあれなんでサイクルレースとかっていうのかな、まあ、まあ競輪はもうあのローマ字で競輪ですね、はい、そうですね、競輪ですからね。競馬はもともとでもほらなんかイギリスかなんか発祥じゃなかったっけ。あ、そうなんですか。っていうかイギリス確か競馬盛んで、はい、向こうでは貴族のスポーツとかって言われていて、そのもうこういうその赤鉛筆ここにつけた親父じゃないよっていう状態らしいんですよほぼ絶滅してますしねそのイメージがね、すごいイメージ貧困なんだけど、新聞持ってここに赤鉛筆っていうイメージしかないんだけど、ありますあります、そうイギリスではね、だからそういうその紳士淑女 の、 あの、まあ、スポーツというかそういうものらしいです。だから当然英語の名前が何だろう、ホースレースっていうのかなかもしれないです、ね、まあよくわかんないですけどもね、まあ一応、ギャンブルだけではありませんが、そういうトラックとか競技場に、出かけられるのがよろしいのではないでしょうか。ありがとうございます、皆さんも、競技の競ですね、うん、テーマで、探してみてください。ぜひ今日もありがとうございました、はい、それではまた明日もご覧ください。また明日、はい、また明日。